東京4大学とは、旧制高等学校をルーツに持つ、学習院大学、成蹊大学、成城大学、武蔵大学の私立大学の4大学を指す、古障である。東京4大学は、東京都内に所在し、戦後、新生大学として設置されてから、これまで、学生は元より、教職員相互の交流も行われ、東京4大学進学相談会などを合同で、 開催している。もともとナンバースクールのみであった、旧制高等学校が、公立、私立にも認められ、新潟、松本、山口、松山の管理つ高等学校の設立を皮切りに、第二次高等学校令に準拠し、旧制武蔵高等学校、旧制成形高等学校、旧制成城高等学校の順に設立された。 後に東京4大学の前身となる3、私立高等学校は、当時の旧制高等学校の中でも数少ない7年生を採用していた。また、旧制学習院高等科は学習院学生という特別な法令に基づく、区内省管轄の教育機関であったが、その形態は、長期の7年生高等学校と同一のシステムを導入していた。第二次世界大戦後、 学生改革が実施され、旧政武蔵高等学校、旧政政権高等学校、旧政成城高等学校、旧政学習院高等科は尋常科を新政高等学校へ移行させ、高等科を新政大学へ移行させる計画を立てた。しかし、小規模な旧政高等学校を母体にした組織では、新政大学への移行を認めないという文部省の方針があり、 また4級生高校にとってもそれぞれ大学を作ることは大きな負担だったので各校の特色や伝統を活かし教員や資源を有効に活用する東京連合大学を作ろうという計画が持ち上がった昨今話題の連合大学の先駆である当時の知識人で教育者哲学者でもあった天野定優や安倍義成などが中心になり 宮本は基地や高橋城などに働きかけたものであった。当時の東京連合大学協立の主意書という当社番刷りの資料が残されていて、そこには4旧制高校がそれぞれ得意とする学部、学科を持つ英国のカレッジ性に似た構想が記されており、目的は総合大学となるべき東京連合大学を協立すると明記されている。ちなみに、武蔵学園市年俸、 第2号書斎の4校協定書から各学校が整備するはずであった東京連合大学の学部学科を拾うと次の通りである。この協定書には各カレッジの学部別各校別定員の表まで付録として付いていて短い期間の前半年間ではあったがかなり突っ込んだ検討が行われた跡が見られる。しかし結局は足並みが揃わず、 また文部省の方針が変更されたこともあり、この計画は実現しなかった。その後、4つの大学に分かれてスタートした際、この親しい関係を生かして協力していきたいという趣旨で、4大学運動競技大会、クローバーの集いなどがスタートした。今日でも4大学は、親しい関係にあり、図書館利用や一部協定大学間の単位語完成などがある。また、現在では、 東京4大学進学相談会を定期的に開催している。ありがとうございます。